どうも、ゴルフプロの三田です。今回は、スイングしている時に何が正解かわからなくなってしまったっていう、そういう方にこの動画をお届けしようと思います。いつも見ていただいてありがとうございます。最初にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、スイングしている時に、ここがこうだよ、あそこはだよと、いろんなところを指摘されて、あれ何が何だかよくわからなくなっちゃった。さらには自分で練習してても、どこが正しいか、どこが間違ってるかわからなくなっちゃった。まあこういう方は非常に多いんですね。まあそういうスポーツです、ある意味ね。で、これ結構な人が陥りやすいことなんですが、特に、まあ体だったり腕だったり、まあクラブの位置だったりっていうことなんですけど、非常に多いのが、バックスイングで右の肘がこう開いてしまう。この形。そして左の腕が曲がってしまう。で、これってなんで起きるかっていうのが、この腕の問題だと思ってる方が多いんですけど、実は、これ腕の問題だけではないんですね。全くゼロではないんですが、それだけを直そうと思ってもうまくいかないっていうことがあります。で、これ、この腕を今日は例に出してやっていきますし、まあそれがダイレクトに響いていく方も多いと思うんですが、これはもうありとあらゆるところに言えることなので、少しこういう考え方、マインドですね。それを持っていただくと非常にいいと思います。じゃあ、それは何かというと、例えば右の肘が開いてしまうと、クラブシャフトがスイングのプレーンから外れてしまうんですね。ですから、そこから下ろしてくると、まず勢いがあんまりついていかないっていうことと、スイングの軌道ももちろん、不安定になってしまいますので、そこから、正しい方向には飛んでいかないということですね。で、じゃあ、それをどう直せばいいかっていうね、例えば肘がこうやって開いてるよと言われたら、それはそういう形になっているということなんですが、左の肘が曲がってるよっていうのも、それはそういう形になってるっていうことなんですが、それを直す方法は、ここではないんですね。大事なポイントは、腕は肩についてるっていうところが非常に大事なんですね。この形になってるのは、右の肩がここにあって、左の肩がここにあるから、この形になってるっていうふうに思ってください。すなわち、左の肩がぐーっと深く入ってくると、正しい形で腕を伸ばすことができます。そして右の肘も少し楽に、肘を下に向けた状態でトップの位置を作って振り下ろすことができるようになるっていうことです。ですから、こうなった時に、どうやったら正しい形になるんだろうと言っても、この肩の位置では正解には絶対に、たどり着けません。この位置では形にはならないということですね。ですから、左の肩をしっかり入れて、右の肘を少しリラックスさせてあげると、トップの位置を自然に作っていくことができますから、今の肘が開いてしまっている方というのは、左の肩がしっかり、ぐっと入ってくるようなイメージで、スイングをしてあげると、自然に正しいスイングにつながっていくということですね。もう一回やってみましょうね。構えて、左の肩がスッと入って、スイングしてあげると、自然にトップの位置で左の腕は伸びるし、右の肘は地面の方に向いた形を作ることができるっていうことです。まあこんな風に、自分の今のスイングの形、その部分部分をですね、ついて、ああだよ、こうだよって結構指摘されることが多いかなということなんですが、まあ、教え魔みたいな人もいっぱいいますし、いろんな情報入ってきますから、こうなってる、ああなってるっていうのはもう見ればわかるんですね。ですが、それをどう直せばいいかね、あなたのテストの電話を取ってですね、点数が30点だよっていうことができる。じゃあどうやったら70点、80点、90点、100点取れるのっていうね、どういう勉強すればいいの、ね、何が正しくないのっていうところを、ちゃんと指摘できるかどうかっていうところが、我々の役割になってますので、そこをしっかりと皆さんも聞いていただくと、あ、じゃあこうすればいいんだなとかね、こういう練習をすれば、正しい形に向かうんだなっていうのが分かるようになってきますので、ぜひですね、そのポイントポイントを、ただただ直そうとね、してもうまくいかないとなった時に、あ、ちょっと待てよ、正しいスイングってどうだったかなっていうのを、振り返ってほしいです。そして、このチャンネルでもドリル、それを皆さんにね、ちゃんとやっていただけるように、載せてありますので、ちゃんとですね、それを一個一個粛々とやっていただくと、必ず正しいスイングになってきますから、頑張ってやってみてください。家でも練習できます。こういう打席に、来て、スイングの形を確認、できない、そういう時もあると思いますから、少し家で頑張ってやってみるのもいいかなと思いますから、頑張っていきましょう。では、皆さんね、スコアアップ大いに、期待しますから、スコアやっぱり上がると楽しいですからね、頑張っていきましょう。では、さよなら。